ランドルフ夫妻だ。君たち、なぜここへ。ここは危険です。早く町へ戻りましょう。そうか。私を探しに来てくれたのか。だが、少しだけ待ってくれないか。娘や他の犠牲者たちへ祈りを捧げたいのだ。これは。ああ。審問所から飛び降りた人たちの亡骸だ。これだけの数だ。助かった者はいなかったのだろうな。もし、審判が正しければ、これほどの亡骸があろうはずがない。君たちの言うことが正しかったのだな。疑ってすまなかった。頭を上げてください、ランドルフ司祭。それより、マルグリットさんのことは、なんて言っていいか。いや、気持ちだけでも十分だ。ありがとう。やはり、あなたたちから目を離さないようにしたのは正解でしたね。聖なる審判の地へ足を踏み入れるなど、なんという冒涜。もはや許しておけません。テリオ、あなたのしていることこそ冒涜でしょうが。お前、テリオ審問官に向かってなんて言い方を。何度でも言ってあげるわ。審判なんて人を貶めるための嘘偽りでしょ。自分に都合の悪い人を排除するための手段じゃないの。お前、グラディス、彼らは妖精の仲間なのです。その口車に惑わされてはなりません。いいえ、彼らこそ妖精なのでしょう。もはや手加減は無用です。この場で処断してしまいなさい。あなたの仇を討つのです。心得た。妖精どもまで思い知らせてやる。嘘偽りを口にし、争いの種をまき散らすのが妖精なのです。グラディス、妖精の言葉に耳を傾けてはいけません。それこそ彼らの思うツボなのです。この妖精どもへもう許さねえ。力がみなぎる。ここは全身全霊をかけます。全力です。歌います。歌います。はい、行くわよ。我が輩の本気、痛い。これだ。我に力を。力が溢れる。我慢だ。さあ、我が輩に任せたまえ。我が剣を封刃と化せ。実力、実力。よくだ。受けてみろ。
これで決める。こいつでどうだ。そんなバカな。これで決める。これは使命だ。ヘリオ様、ヘリオ様、妖精の分際でお前らよくもヘリオ様を。俺一人でお前ら全員ぶっ倒してやる。攻め手を維持します。この攻撃逃しません。大いなる癒しの最強なる癒し。我が輩の番だな。根源の力渦巻くまで永遠たれ。破壊の力となれ。投げる。やってみよう。大地を引き上げろ。効いてるぞ。まだまだいけるな。行くわよ。続きます。まだまだ。待て、ここは通さねえ。ヘリオ様、早くお逃げを。助かります。ではここは任せましたよ。騙されていることにまだ気がつかないの？うるさい、妖精は俺の敵だ。もう全く聞き分けがないんだから。いいからこっちに来なさい。何をする。やめろ。これを見なさい。これはそんな。じゃあ俺のしてきたことは。ヘリオンが来てからライムダールはおかしくなってしまった。町の人々も何の疑いもなく妖精狩りを受け入れた。私も娘が妖精だと言われるまでそうだった。娘を死へと追いやった君を私は簡単に許すことはできない。叶うならばこの手で君を。だが
私にはその資格はないのだろうな。妖精狩りを止めなかった席は私にもある。君もある意味では犠牲者の一人なのかもしれない。この後どうするかは自身で考えるがいい。君もライムダール聖教に席を置く者としてな。俺は